折れない心を確実に育ててきたなっていうのは感じますね。僕が言ったことに対して鵜呑みはしないですね。みんな僕にでも意見します。まあ、もちろん製品形状ができるのは当たり前として使ってもらって使いやすいとか、まあ、それをまあやることによって製造としてはまあ大変なところもやっぱあったりするんですけど、まあ、うまくいったっていうのを聞くと良かったなっていうのは思います。熱量を持ってさえやっていればいつかその物事っていうのは楽しくなる。でも情熱を持たずして一つの物事を極めようとしてもそれっていうのは残らないと僕は思うので、本当に苦しい時に逃げるか逃げないか。僕は4年、中国は4年間僕は4年半ですね。なんやかんやで6年いました。だいぶいじめられましたね。ローカルスタッフから片言のタイ語でなんとかコミュニケーション取ろうと思って話しかけてるのに何言ってるかわからんって言われて、ボーナスの金額が納得いかんとストライキを起こされまして、折れない心が一番大事で、地面舐めるぐらい苦しい思いをしてからスタートだと思うよっていうことをずっと言ってましたね。まあ、やるって言った以上はやっぱすいませんギブアップですっていうのは自分の中でしたくないんですよ。大失敗であれ大成功であれ、まあ、その結果が出るまでは何でもいいから突っ走ろうかなと。彼らが海外にいて常日頃の彼らの行動を見てるわけじゃないんですけど、彼らなりに考えてそれを乗り切った時にこういうふうにうまくいきましたって言った時のやっぱ彼らの声を聞くと本当に心の底からよく、ああよかったねって思いましたね。それは、そうですね、電話でだいぶ助けてもらいました。どっちかというと夜とかにかかってくるんで、まあ、僕の経験をなるべくちょっと活かせる範囲では、まあ、それはもちろん負けたくないという気持ちはありますんで、まあ、日本もまだちょっと負けれんなっていう、まあ、こっちでやってるまあプライドとかもあるんで、日々やっぱりアドバイス聞かないと一人で判断最初やっぱ困ることだらけだったんで、無理ばっかり言ってたと思うんです。でもそれに対してあいつらも頑張ってるからさっていうことをやっぱり言ってくれながら我々のためにやっぱりやってくれた、今思い出しても本当涙が出そうな。まあ、日本で変えてきたそのパワーっていうのはすごいなって思いますね。普通に生活しとったら、まあ、よっぽど経験できないような経験ができた、まあ、絶対打たれ強くはなると思います、ね。まあ、本当に視野が広がったっていうのは一番良かったかなと思いますけど、まあ、今我々がやってるものっていうのはものづくりという形になるんですけど、今後目指していきたいことっていうのは良い社会になるようなビジネスをどんどん作っていきたいなというふうに思っています。